リバーブが。はい、ということでやってまいりました、ななみんの語り部のコーナーです。はい、このコーナーでは私ななみゆきが大好きな愛してやまない菅野よこさんの曲を一曲セレクトしていくコーナーです。そしてこのコーナーの目的はいつか菅野よこ様をゲストに呼ぶことを目的としております。はい、ということでね、菅野さんいつでもいいです、私の隣空いてますよ。 FM 川口いつか遊びに来てください。はい、ということでね、今日もやっていきたいと思います。カタルームのコーナーでございます。はい、今日はですね、ちょっとね、私不安があります。これかけてないよねっていう不安があります。あのね、一応全部メモってるはずなんですけど、ちょっとかぶってたらごめんなさい。多分大丈夫だと思います。今日紹介する曲はこちら、新井明乃さんのボイシス。はい、こちらを今日は紹介したいと思います。これあのマクロスプラスの曲なんですけれども、まあ、マクロスプラスといえば菅野よこさんがアニメーションでね、初めて一人で、サウンドトラックを手掛けた作品となっております。今日はねこちらをかけようかなと思います。っていうのも、先日ですね、12月の3日に、中島めぐみさんが日本青年館のホールで、9月に発売されたキャラクターズコレクションのレコ発ライブをやったらしいんですよ。でその時にこのボイシズのカバーを歌われたということで、あ、ちょっとこちらの曲を今日はかけたいなと思いました。ちょっとね、前回もあのマクロスの曲だったので、まぁ、ちょっとマクロス続きにはなっちゃうんですけれども、この新井明乃さんのボイシズ、こちらの曲もね、あのほんとすごい世界観があって、私すごいね好きなんですよ。でこちらの曲はまあ、劇中のミュン・ファン・ロンという、キャラクターが歌っているんですけれども、歌手を諦める前に歌っていた曲っていう風になっております。はい、では早速お聴きいただきましょう。新井明乃でボイシズ。はい、ということでお聴きいただきました、新井明乃さんのボイシーズ。いや、いいね、素晴らしいよね、本当に。世界観がやっぱ菅野よこ様独特っていう感じで、私はすごいやっぱり心を打たれますね。いい曲、本当に。なんか自分が違う世界に来た感じがするよね。菅野よこ様本当好きだわ。なんかこのなんて言うんですかね、無機質な感じっていうか、純な感じっていうか、なんかいいよね。あ、伝わるかな。はい、すごい好きです。でちょっとね、菅野よこ様の情報なんですけど、ちょっと前に宝塚の曲を菅野よこさんが手掛けるっていうニュースがあったと思うんですけど、その菅野よこさんが手掛ける公演のチケットの発売日、公演が2月26日から4月11日、これ東京の宝塚劇場なんですけど、こちらのチケットが2月の21日日曜日から一般前売りが販売されるらしいということでね、これぜひ菅野よこ様、宝塚ではどんな世界観を出すのかっていうね、すごい気になりますよね。どんな感じなんだろう、すごい楽しみ。はい、果たしてこちらのチケットゲットできるのか、
兵庫県の宝塚公演は12月の中旬頃チケットが販売開始らしいですけど、さすがにちょっとね、そっちの方には行けないので、東京のね、宝塚劇場の方で、ちょっと私は2月になったらチケットを狙おうかなと思います。はい、菅野横様、これからもご活躍を楽しみにしております。以上、ななみんの語ルーム、菅野横様を語るのコーナーでした。